どうも、今回の補足動画なんですけども40代と50代のこの違いこの大きな違いについてお話ししようかと思いますで私は昭和47年生まれなんですよねですんでそうですね昭和50年代53年とか55年ですかこの辺りでもう分別がついて自転車でね近所を駆け巡ったりとかで、近所の 住民とね友達だったりとかねおじちゃんやおばちゃんと関わり持ったりとか、まあ、していたわけなんですけどもその中でね戦争を生き残った人との直接の対話っていうのは結構あったんですよで、えー、わしらのお前たちの頃はなと食べるものはなかったと戦争に負けてジープで GHQ にから,れたりからかわれたりとかしてね女の子なんて、まあ、なんかね誘拐されちゃって、えー、でボロボロになって帰ってきた頃にはもうね ひどい目になっちゃってね。で、警察も全然機能しないし、日本人は本当に悔しい思いをして、昭和20年代を過ごしてきたんだっていうふうに言われてましたね。すごく生々しかったですよ。でも最近、失われた30年って言うでしょ。で、失われた30年の入り口に私は大学生として存在したんですよ。だから、まあ、失われた30年の入り口ってのは体感してますよね。バブルの時代っていうのも、わ、こういうふうになるんだ、みたいな感じてました。 社会に出たらこんなに素晴らしい人生が待ってるんだなと思って社会に出たら就職氷河期ロスジェネど真ん中ということでねでロスジェネっていうのは1975年生まれぐらいまでがラストだと思いますその後はあのは、ー、新しくね経済の糸口っていうのが出てきてで言ってみればまあ50を迎えた私にとってみて今40代の方特にね45歳以下の方っていうのはすごく羨ましい状況,状況で世の中出てるんですよ これは有効求人倍率でもそれから景気の回復度でも,もう見ることができるんですけども本当に羨ましい世代が今45歳以下の人なんですよ羨ましいですよ、うん、すごく有利だと思いますで、えー、私はそうこう言いながらも40歳になった頃になんか知んないけどインターネットみたいなものが出てきてねしかもまだスマートフォンってのはなかったんですけども i モードっていうのがあってなんかその情報を扱ってね たった一人で、なんか、月収2000万、3000万っていう人が、ボンボン出てきたわけなんですよ。で、その仕組みが全くわからないのと、いや、インターネットなんて一時期の流行りだろみたいな感じで、置き去りにしてるところがあります。で、全然利用できなかったんですよ。で、しまいには私の30代っていうのは、まあいわゆるね、完全オフラインの人生でしたからね、30代ですよ。20代ではそのテクノロジーすらなかったわけですよ。でね、40過ぎて、インターネットに触れて、自分でお金を稼いでみると、 うわこんな世界があったのかよこれじゃあね20代の人間が金持ちになるわもう何で今更こんなもんが出てくるんだよもうねロスジェネ世代就職もできなかったのに今度20代とか30代の若い世代が俺たちの頭の上を抜けてねインターネットに乗っていくらでも稼いじゃうじゃないかと思ったもんですよだからね私から見るとねタカさんとかもまさにねもうそういう風なテクノロジー世代なんですよ だから簡単に私たちの能力なんて変えていくだろうし飛び越えていくんだろうなといわゆる昭和型の努力と根性みたいなのを鼻で笑う世代なんだろうなというふうに見えるんですよねまあでも実際あの世代としては見ても個人としてはそういうふうには見えないところがあってああやっぱり一人一人には事情があってね、えー、10波一からげにできるものはないんだなって当然ですけどもそういうふうに思いますまあその中でねすごくねこう面白いなと思ったのがこういうところなんですよ タカさんのスライドの中に若い世代はメルカリでの売買やクラウドファンディングも使いこなしてお金を集めているって言いますけどもこれまさにねタカさんが若い世代としか私は見えないんですよね <laughs> うーんだって過去10年振り返ってみて30代をインターネットと共もに過ごしてるわけなんですよ当然その頃にメルカリってありますしねメルカリなんてもうずっぽし56年前にもあるわけですから うらやましいですよね。クラウドファンディングなんて十数年前からあって、言ってみれば、社会に出たと同時にこういったテクノロジーを全て受け取ることででてきたのが、タカさんの世代なんですよね。私たちの時にはなかったですからね。うん。私がね、30代の半ばぐらいに、まあ、ライブドアみたいなところで、なんかインターネットみたいな言葉があったりとか、IT 革命なんだそりゃみたいなのがあって、あと、駅前とかショッピングセンターで、ヤフーのね、ADSL 回線のこの、なバッグ。 無料ですよみたいなのを配り始めた頃ですよあの時のその配るバイトの時給がなん1400円とかってバカ高くってねうわいいバイトだなと思いながらガードマンをしていましたけどもねだからねだからタカさんこそがメルカリの売買とかクラウドファンディングを使いこなしてるような世代の一員なんではないかなっていうふうに思っていたんですけどもどうもタカさんもね あのメルカリとか使う人っていうのは若い世代なんだみたいな感じでそこはなんかもしかしたら同じ視点なのかもしれないなと思いましたねで私の一つの先入観としてはいやタカさんはこういうのずっぽりと染まった世代じゃないかなと思ってたんですよスマホとか生まれながらにしてあったりツイッターはもう自分が行き来しなくてもちゃんとね、あのー、周りの人はやっていたいみたいなねで私の場合は自分はビビりながら取り組みましたけども同じ世代とかっていうの誰もやってなかったですからね スマートフォンなんて私一しか持ってなないような感じしかも私も使いこなせずに電話どうやって取るんだみたいな感じでやったりとかね YouTube なんてしばらくは見たこともなかったですよねで改善も悪かったですねでやっぱりスマートフォン持ってると使いにくいでしょって感じでガラケー世代に言われてガラケーはなんか便利そうなんですよ、うん、だからそういうのがあったりとかね、うん、で私がマージャン店っていう環境もあったからなのかもしれませんけども IT とは無縁な人々に囲まれてましたんでね うんだからやっぱこうそういうのを見ると世代間格差っていうのは世代ではあるけども必ずしも個人はその世代とイコールではないっていうこととかね、うん、あるんだなという,ふうにまあ当たり前ですけどねありますよね。で今回ね4分ぐらいの短い動画だったんですけどもやっぱ稼ぐっていうことを考えてこなかったっていうのはこれ誰でも一緒なんですよ。これは私でも同じですからね。 もっと言ったら立ちが悪いです私なのて稼ぐことを意識していたのに30代稼げなかったわけですから意識しても稼げなかったわけなんですよじゃあなんで40になって稼げるようになったかっていうとまさにね今回のお話の前半で言ったテクノロジーを使うことを始めたからなんですよだってね Facebook ってものをアカウント作ってそこに自分の写真とプロフィールのして毎日こんなことやってますよというふうに投稿をしたわけですよそうするとね そこにいいねやコメントがついて、自分のことを知ってくれる人が出てきたわけなんですよね。で、自分のことを知ってくれた人に対して、はい、即果塾ですよってやったら、それが売れたって話ですから。でも、リアルな世界では即果塾なんて売れないわけですよ。うん。あの、異業種交流会ってのも言ってましたけども、じゃあそこで名刺交換して、即、え、果、ー、塾をやってますなんてことは、私は言ったこともないですよ。うん。で、そこでは麻雀店の経営者ですって名乗るだけでね。でも、インターネットを通じて、久保さんってこんなこともされていたんですかっていうふうに、 名刺交換したたた人がメールをくれたみたいななところでなんかそういう意味で言うとねインターネットの付き合いとリアルな付き合いっていうのは離れていたんですよ最初は。でそれがだん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 融合してきて、まあ、しまいにはねリアルであって人に対してもメルマガが登録する詐欺みたいなことも言えたかなっていうところありますけどね。だからねあの完全にそのリアルとネットが会議していたのが私たちロス・ジェネスじゃないんですよ。まあそもそも 今五50歳になりますけども人生の大半でインターネットなんていうのは存在しなかった人生を生きてきたわけなんですよ50歳になって5分の4はインターネットないもう世の中にないと言ってもいいぐらいのお世界観だったんですよねでここ10年ですよね10年前にやっとインターネットなんだそりゃみたいなところからヨザーツバサなんだ土屋ヒロネオヒルズみたいなところからなんかね悪どい興味を持っておおんか稼げるんだったら何でもいいぜってところから始まって飛び込んでみたら なんだ稼ぐの簡単じゃないじゃんむちゃくちゃコツコツじゃんみたいなところに気づいてじゃあしょうがな、ね、いコツコツやってみるかと思ったらコツコツここまでできたっていうねまさにレンガを積み上げるようにやってきたわけなんですよねまあそういったことさまざまあってね今回の補足動画になったわけですけどもまあだんだんまとまりもなくなってきたんでそろそろ終わりますがうんやってこれてよかったなっていうところですね <laughs> まとめると <laughs> はいどうもありがとうございましたお疲れ様です何言ってるか分かんないような感じですけども何かを感じ取っていただければと思いますまあ言ってみれば すごく不利な状況でロスジェネ世代は生きてきててたっていうことはね、うん、やっぱりこう自分を卑下するつもりはありませんけども客観的に見てそうだなと思いますよ。でまあ私はね個人的にはどうにかなった方ですけどもやっぱりほとんどの私と同じ世代っていうのはいまあ、未だにねいまだに先が見えないまま30代の半ばぐらいを過ごしていたようなね将来に夢があるような今までは恵まれなかったようなそんな状態がまた続いて 代代に入っっててしまってもう老老後後のことを考える時でですよ老後ですよよ、うんね、だから新卒で就職にありつけなかったそのまんまそのままですよ30年経ってしまった私と同じ世代ロシチレ世代男性も女性もはあそうですねこの前ね同級生の女性にたまたま会ったんですけどももうおばあちゃんみたいな顔してましてねいいことなんて何もなかったと。 いう,ふうに言ってましたけどまさにいいことなんて何もなくって生きるためだけに生きているみたいなそんな状況ですよそれこそ YouTube で私の動画を見る余裕もないみたいですうんもうまだチャンスがあるじゃないですか私たちには、ね、そういう人たちをほったらかちにするわけではないですけどもとりあえず私たち一人一人が身を立てることによって別の人を助けていく力をつけられるかもしれないそこにかけていきたいかなと思いますそれではいってらっしゃい